これいいよ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 、これいいよ。あたさこさんやろう、これは。ガンガン殺していこう。さあ行くぞ。おっ、あたさこさんとだ。よっしゃー、あたさこさんと来た。これむずいな。やるね。いいですね。お、いいボタン。いいボタン意識の高い。うん、これが一番インポスターにとって困る。うん。でも初手の10秒キル殺されるの痛いっすよね、インポスター的にも。うん、これマジでびっくりするくらいセンターさん白いっすよ。僕コード言えますもん。それ共有してドア閉まってアドミン見てボタンでしょ。ちょっとボタンを押すか迷ってるような感じありますだけど。一回ストレージまで下がりましたよね、センターさん。おっと、あ、カメラですか？カメラ見てました。あれ、どこから見られるの？視野広すぎるだって。覗かれてる私。カンニングかな。やだやだ。カメラです、カメラ。盗撮されてます。センターさんにドローンとか見てました。藤宮さん見てるのに。めちゃくちゃ行動マジで。俺も全然藤宮さん見てないのに、センターさんは見えてたけど、どっから見てたんだろうって。カメラしかないでしょ。エレクトリカルいっぱいいましたね。4人では停電を直しました。はい。停電早かったですね。でも全部降りてたんですよ、珍しく。直したのが直したのゲンさんですね。で、ナイトメアがもう直ったくらいに来て、その後に神宮寺さんがエレクトリカル切りました。その後にあたさこさんも来ましたね。はい。機械のペットだけ死人停電の時できたけど、機械のペットってメイヤーさん？僕だね、多分。あ、僕もです。あ、そう、2人いるね。今確認できてよかった。ロボコンなんで、僕たち2人。珍しい。ロボコンそっちか。平和で何？このキャラクター、ロボコン似てますね。一応、押した動機を説明すると、初手下で死んできたのが茶色、水色、緑、黄緑。で、ドア閉まったんで、アドミンも確認せずに押しました。で、迷ったのは、もうちょっとタスク進めてから押した方がいいなと思ったんで。おっ、誰だ？いいタイミングだと思います。こんな隠しられてる。ナイス押しです。ナイス押しです。自投票です。自投票ね。チーズのこれ、どうしよっかな。これ誰かと一緒にいた方がいいんだよね。誰かと一緒にいて、どさくさに紛れて殺して正正面をしていくっていう考えの方が、まあいいかなって思うんで、まあ、あとはね、殺せるところをしっかり狙って殺すっていう感覚でいきましょうか。全然いねえじゃん。お前かよ、お前かよ、あたさこさん。いやー、敵が来ないとやりにくいな。すまん、あれを殺させていただくぜ。いやー、どうしようかな。はいはい、現在、リアクターの覚えゲーですね。部屋中央でアルマさんが死んでました。剣詰めし喋っていいですか？どうぞ。はい。停電が鳴った時に、最後一人残ってアドミンを見てて、治った後もアドミン見てたんですけど、まあ今エレクトリカルにいっぱい人がいたじゃないですか。5人か6人か。はい、で、リアクターにずっと1いたので、停電前かな。最初それ僕です。O2 鳴ってる時無視してリアクターの覚えゲーやってて、で、はい、終わってから、ロアの方に行ったら停電になる前ぐらいに多分神宮寺さんと出会って停電になってでエレクトリカルって感じです、ね、停電中の話じゃないの？停電直前に、畑迫さんとエレクトリカル前で会いました、はい、停電中の話じゃない。みんな情報の時間をケンツメシさんの情報なんですけど、はい停電中の話ですよね。前後ですね。停電中もです。あ、ごめんなさい。停電中から見始めました。はい。じゃあ、O2 でしたら、じゃあ、違います。ただ、O2 治った後に、アルマさんが生きてるのを目撃してるので、まあ、そういうことか。その、停電前か中か、アッパーにも行き着いてたかなっていうぐらいですね。多分、ゲンさんがそのルートで通ってたと思います。そこだけしか見てないので。停電の治った後、エレクトリカの配電盤、ちょっと離れてずっと立ってた人、誰ですか？それが畑迫さんだと思います。で、神宮寺が直しました。神宮寺さんに直してもらおうと思って、僕は見てました。いや、直った後です。直った後もずーっとしばらく立てた人。あれ？それは違いますね。それは違いますね。僕は上行ってる。アルマさんが。アルマさんがエレクトリカル言いましたね。え？うん。停電直った後？アルマさん？直った後。あ、そうなんだ。じゃあもう直近ってことか。アルマさんいましたっけ？今だってめちゃくちゃエレクトリカルに人がいたので。エレクトリカル2回あって混乱をします。ああ、そういうことか。最後リポート直前にもなってますね。最後の方に最後エレクトリカルアルマさんいたっけ？いないと思う。なるほど。そう、サンダーさんが一緒に入った。あれ誰？アルマさんだと思うけどな。記憶違いかもしれない。結構はちゃめちゃな。結構はちゃめちゃ問題来たな。通れなかった。こういう時はクルーメイトの気持ちでやるのが大事なんで、俺はクルーメイトの気持ちでやりますよ。コミュサボ直しましょう。ナイスナイスボタンです。ナイスです。はい、2回目の停電の時、僕とサントさんが一緒にエレクトリカル入って、センターさんも入って、メイヤーさんも後から来たのまでも確認してると思う。はい、で、神宮寺と畑迫さんがいたっていう。6人いたんですね。ごめん、ちょっと曖昧だから、ちょっと一旦忘れてください。はい、現在、ちょっと話題変えたいです。死体発見直前の現のルートは、メドベイ、アッパー、リアクターです。ほいで、道中逆走する藤宮さんにお会いしてます。ので、藤宮さんのルートを。僕、月本から来てます。停電中に、O2 直した後1回、ナビゲーション行った時にナイトメアさんとすれ違いました。で、その後ウェポンカフェの右上、左上っていう風に死体探してて、メッドベイ行った時にゲンさんが行って、最終、そこら辺です。左から来ませんでしたっけ？左からは行ってないです。それ、僕から見えてるのを補足すると、僕がO2 直った時に、ウェポンから O2 側に入った時に、ケンツメスさんと藤宮さんがナビゲーション側に抜けていって、センターさんが O2 に残っていて、僕がナビゲーションにいた時に、藤宮さんがまだ一人で入っていったから、ケンツメス死んでないかなってちょっと不安。ああ、じゃあ大丈夫だ。はい、そうですね。なので、アルマさんをエレクトリカルで見たのがセンターさん間違いなら、まあそのエレクトリカルに、最後に来た人が一番怪しくなるので、畑迫さん。そうですね。僕は最初ですよ。俺じゃないかな。神宮寺さん、メアさんが左側から来たし、そもそも。俺のルートを言うと、O2 が。メアさん左から来てんですか？あ、左から行きました。O2 が鳴ったタイミングで、アドミンに行って、アドミンの扉が閉められ、で、ストレージで給油をして、ロアエンジンに行って、停電が起きて、ロアエンジンの給油のタスクをやって、エレクトリカルに入ったって感じです。なので、僕はリアクター側まではそもそも行ってないですね。また通ってるってことですね。あと、アドミン情報との照合したいですね。ケンさんのセルフはなさそうですけどね、ずっと行き着いてて、セルフしたんだったら点滅するんで。ああ、じゃあそれは見てないです。はい。なんで、ほぼほぼ右ずっと右にいたんで。あ、リアクターでしたっけ、下へ。あ、リアクターの覚えゲーです。ああ、すいません。あ、僕の情報とあれでって話だった。やばっ。まあ直前だったら少なくともエイヤーさんの可能性からかなっていう感じ。直前じゃないんだって。だってケンズメさんを見てるわけでしょ。いいよ、俺押すから。とりあえず。じゃあメイヤーが無理な理由を言うと、ケンツメスさんがアドミン情報を停電になる直前ぐらいから停電中から見ているのであれば、僕はリアクターでやっていたらそこでリアクターが2になってキリフラッシュが起こってるはずなんで、僕はできる時間がない。見る前にやってたら分かんなくないですか、シンプルに。停電前だからメイヤーさんの初手からの動きを聞いた方が、逆に村だったら本当に白くなるから、それを聞くのがいいんじゃない。初手からの動きは O2 の後からの方がいい。あ、O2 の後からでもいいですね。O2 の後は O2 が鳴ってアドミンで、多分サントスさんとストレージの入り口あたりで閉められたんですよ確か、うん、でストレージ行って給油のタスクを行ってロワーエンジンで給油をしてたちに停電になったから戻ってエレクトリカルに入ったって感じ。あ、そうだ、ロワーエンジンぐらいですれ違ったかもしれない。え、そうなるんですか。でもその後神宮寺さんと、ロワーエンジンとエレクトリカルの通路の間のところらへんであってエレクトリカルの停電直しに行ってになるんで、僕目線は左側に。藤宮さんは左から行ったっていう。いや、それは結局その話はさっき否定されました。ナトミヤさんとセットで私の見間違いだったと。神宮寺ですけど、神宮寺目線エレクトリカルで停電が発生する直前に畑迫さんが左側リアクターロワーエンジン方面から来たのと合流しました。で、停電を神宮寺が直しています。で、畑迫さんの後にメイヤーさんがいるのであれば、まあ、左側はそのお二人。ああ、じゃあ、なるほど。そうなるのか。エレクトリカルの奥の人が弁当を使ってみたいなことも否定できます。ナイトメイヤーさんとサントスさんとか。それはないと思いますね。メイヤーさん視点誰？俺視点わかんないけど、畑迫さんが上から来た。でも畑迫さんが上から来たっていうんだったら、その停電中にキリフラッシュが起きてないことから停電の前からもうあった可能性があるわけじゃないですか。うん、さっきアゲンでさっきリアクター1のことをそれ僕ですとおっしゃったのは畑迫さんなんですよね。畑迫さん、ああ確かに。迫さんと大津でも畑迫さんがいたの、大津がいた畑迫さん。一旦ペアにしますか、じゃあ。はい、わかりました。はい。でもメイヤーさんが畑迫さんについていってほしいかな。畑迫さんの方が白っぽいと思って。両方でいいです。お互い平等で大丈夫です。はい、了解です。まあ俺ら二人タスクねえからよ。悪いな。俺ら二人ともタスクはねえんだよ。どうする畑迫さん、一緒に殺しまくろうぜ。一緒に殺しまくろうよ。これやりづらいな。これいいよこれいいよ。畑迫さんやろう、これは。ガンガン殺してた。ストレージの右上で3秒以内ぐらいで死んでます。 5秒、ごめん5秒、あごめん体感だから7秒ぐらいにしとこう。ストレージの右上で黄色の伏見さん死んでて、直近まで生きてるのを確認してて、あ直近でもないわ、O2 で一緒になったか、O2 の O2 側で一緒になって、はいはい、で治ってストレージ側行って神宮寺さんと行って、神宮寺さんがアドミンに入って、僕はストレージの右下のタスクをやって戻ったら、私めちゃくちゃ怪しい位置なんじゃないですけど、シールズで、最終位置シールズで先に藤宮さんが右下ルート行って先抜けてて、私ナビゲーションのタスクやったって追ってシールズの方行って、その間誰も見合ってないんでアリバイないです。かなり怪しい位置にいると思います。佐古さんと俺はエレクトリカルに今いるですね。えじゃあセンターのセルフがないんだったらもうサントスさん検討室になりますけど、僕ら目線はうんまあどっちかに1は確実にいると思うんで、まあ、先端がセルフあったとしても、まあ、でも直前っていう情報を先端側から多分出す必要がないと思うんで、てか待って、ここって今何人死んでる？ちょっと待って、3人？これ、黒黒ペアっていうことはないんですか？これ4。いや、違いますね、畑迫さんできない。畑迫さんと僕が狼だったら、ロアエンジンの時に僕、畑迫さんじゃないって言わないんで。そもそも仲間を売ってるんで。うんうん。ってなったらまあ自分別にサントスさんかな。大津一緒に行ったんだでしたけど、畑迫さん。私一緒に行った。サントスさんが。あ、ちょっと待って、センターさんがキルできても1キルで、私1回目のリアクターでシールズからリアクターの十字路までセンターさんとほぼちょい後ろ走っていって、でその後 O2 になった時もほぼセンターさんと一緒に走っていったんですよね。だからどこに合わせますか？メイヤさんがサントスさんに入れましょう。メイヤさんに行きました。マジで言ってんの？なんでだ。センターさんが1キルだったらできるけど、なんでこんな悲しいことになっちまうぜ。ダメだったな。ダメだったな。さすがにダメだったな。さすがにダメだったな、これ。もうちょいうまくいけたかな。これダメだったな。いや、もう無理だよ。ここで俺が釣られた時点で俺と畑迫さんの二浪になっちゃうから、これはね、もうダメだったね。いや、面白かったな。いや、面白かったけどね、個人的にめちゃくちゃ。ああ、いいゲームだった。やれやれ、俺。あれ死んでる？はい、今、誰が死んだこれ？先端が死んでる。今、あれですね、リアクターの下側で、畑迫さんが目の前で、最後ですね、もうお土産危惧してました。どういうことですか？リアクター直った後？はい、リアクター直したのを畑迫さん。いや、今日の視点は私見行って見えてないんで、ケンツメスさんのさっきの回の動きを教えてもらっていいですか？さっきの回はですね、ストレージから、O2 が、O2 側を直しに行かないとと思ってて、ストレージのところで閉じ込められてて、開いて、そのまま O2 のところ行って、フィニッシュですね。でもこれって、畑迫さんとメイヤさんペアでしたよね、さっき。はい。だと思ってます。だと思ってるんで、限りなく私は。そうですね。で、メイヤさんが連れてて、で、さっきなんか、ここ2人はないって言い合ってたので、あと1人だったな。畑迫さん確定でいいのかなと。あと、ほぼ思ってるんですけども、一応、寝押しの確認ということで、リアクターなった時から一応確認してますか？リアクターなった時、頑張れサントスさん。前の話ですか？ O2 番号事件を思い出してくれ、サントスさん。そうですね、前の撮影。じゃあやっぱいいです。O2 になった時点からで、ストレージ O2 で、その後 O2 にずっといたって感じですか？そうです。なんか、これ、今出すのめっちゃ申し訳ないですけど、O2 がバグってマイナスまでいったんですよ。時間が？で、O2 中にストレージのとこ閉まるわけないんですけど、慌ててそのまま O2 行っちゃってたんで、本当申し訳ないですね。なんで O2 まで、慌てて行ってて。じゃあその付近の水。ごめんなさい、でもそれめっちゃ笑ってるんですけど、そこ抜きにしても多分まあここは。僕今見えてないんですよ。リアクター後の。殺害なんて全然見えてないんで、上にいて、剣詰めしたと先端が多分ロアの扉のとこにいたんで。出ました、畑迫さんに。そうですね、ちょっと、アートパーク何だったんだろう。いやー、弁明の時間なかったなー。あー、面白い。いや、ナイスファイトー。すごい、よく釣り切れた。これはすごい。最高に面白かったけどな、今の。そこも。危なー。革命屋さんに。すごいっすね。もう見境なかった。見境なかったですからね、俺と後坂さん。ペア狙いに行きましたね。